まずは自己紹介からさせてください。僕たちは超特急です。1号車小石です。2号車海です。3号車龍馬です。3号車高橋です。5号車ゆきです。6号車ゆうすけです。7号車高橋やって、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まあ、第3弾ということなんですけども、まあ、今回からソロの写真集が出たということで、やっぱりそれぞれその同じ場所をロンドンで撮ったのにもかかわらず、すごいこう色が出ている7色を出ている写真集になっているし、まあ、ちゃんとその7人でのグループでの写真集が出ているので、本当に多分ちょうど今日知らない方でもロンドン魅力というか、その街の素晴らしさというのが、出ている一冊になっていると思うので、出たところが魅力だと思います。それぞれの写真集ということなんですけども、我こそは一番だみたいな、そういうのがありますか？セクシー活動が、ソロよりも露出度が高いのでおすすめです。筋肉がすごいですよ。ほっぺとか、二の腕の油の乗りカメラのほう、ちょっとこうやった方が目線的にいいんじゃないですかっていう、僕もちょっと言わせてもらったので、そういうのが結構出てるんじゃないかなと思います。ページを僕はオチに使って、夢オチとしてこう文がこう写真集にいろいろ入ってるんですけど、ストーリーみたいになってて、僕の場合なんかデートしてたのが全部夢オチで目覚めて終わるっていうのでね、仕上げられているっていうのがすごい僕らしいっていうのがありますよね。このロンドンの街に住んでるぐらい溶け込んだ一枚です。ゆき、この写真集のさ、オフショットがお気に入りすぎて、LINE のアイコンだもん。はい。確かに確かに。お気に入りだった。お気に入りすぎて。そうです。一番かっけーなって自分が思えた。普段とはやっぱギャップがある。まあ、この写真集が本当の勇気だっていう感じで。いや、はい、そう、なるほど。なんでちょっとそんな感じ。それがお気に入りなんだ。はい、すごいお気に入りです。で、場所がハイドパークっていうところなんですけど、まあ、日本でいうと、代々木公園みたいなちょっと広いところで撮影をしたんですけども、そこで枝を拾いまして、で、この枝何に使おうかなと思ってポーズしたのがこの鹿のポーズなんですけど、この鹿のポーズの前にですね、実は僕馬に乗ってるんですよ。で、馬と鹿合わせるとバカなんですけども、この写真集でも僕おバカが出ちゃってるっていう。すげえミラクル。すごいじゃん。そうなんですよ。深読みしないと。馬と鹿でバカ、この写真集でバカが出ちゃってるんで、よかったら見てください。イギリスってお茶が有名なんですけど、そこでティータイム、アフタヌーンティーをいただけたっていうのがやっぱり自分の中で思い出深くて、漏れる場所、ロンドンということで、飲みたい人はね、ぜひともロンドンに行ってください。インスタ映えするから。そうですね、インスタ映えしますよ。これからもたくさん愛して、自分でしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。以上、僕たちは超特急でした。ありがとうございました。ありがとうございました。